しよし、火はついた。うーん。なんだろう、なんだろう。すごいね、すごいところから宝箱出てきちゃった。これはじゃあ、こうして、開いてみましょう。大きな宝箱だから、マップだったりとか、コンパスだったりとかするかしら。マップだ、マップだ。ダンジョンマップを見つけました。まあ、まあ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 、使えるか使えないかはね、置いておいて、これはこれでよしとして、襲いかかっては来ない。お胸のところにあるさ、宝石みたいなのってさ、ちょっと打ち抜きそうな気もするのは私だけ？違うかな？違うかな？いや、襲いかかってくる可能性もあるから、ちょっと怖くはあるんだけれども、やってみようか、やってみようか。何かあるかもしれない。ない？ない？当たってはいるね。当たってはいるよね。当たってはいるけど、特に何かが起こるでもなさそうだね。なさそうだね。大丈夫だね。大丈夫だね。となるとよ。となると、ここが開いたわけでもないので、じゃあ、あの人をここに落としたいね。ここ。ここに。この人。押せるかな？押せるといいんだけど、襲いかかってくるかな？掴む。どう？どう？大丈夫？大丈夫？落としたら割れない？割れそう。よかったよかったよかった。あ、じゃあこれでいいんだね。ありがとう。ごめんね。なんか突き落としちゃって申し訳ないけれども。じゃあこっちに行って。向こうは行かなきゃいけないものなのかしら。この向こう側。わからないなぁ。いいか。一旦この行ける場所行ってみましょう。何があるかしら。敵はいない。いないね、いないね、いないね。敵はいない。だろう、この不思議な道。こっちに進める。しまってしまって、また何か危なっかしいものがあったり、敵がいたり。これは火がついてないね。火がついてないの、全部火をつけるべきなのかしら。これはこれって何？これって何？これも火つけそうなさ、見た目してるよね。これは登れない。なんかこうすごい短い場所で、ここも、登れそうだけど、登れない。すごい短い距離をこう、うろうろしてるね、これ。今、よし。これは登れる。乗るができる。また太陽マークがあるよ。太陽マークはあるけど、一旦まずこれ取るとして、こっちにもあるから、これも通るとして、で、これこうして、こういけるね、いけるね、いけるね。じゃあまずはここ。危ないけど、ここはでも普通にまっすぐ行けば取れるでしょ。取れて、反対側も まあ特に問題なく取れていけるはず。取れる。で、向こうには道つながってるね。このまま行ってみようか。行ってみて、あの人、奥にいる。向こうもいた。今だけど、危ない。この人って爆弾だったかな？爆弾しかダメだったかな？こうして、こう、どよし。この人は倒せた。爆弾出てきてくれた。こっちはいけない。人も倒すべきなんだろうな。よし。大丈夫。まあ、でもそんなにね、とんでもなく、倒せなさそうな感じもしないけどな。こうして、こうして、置いちゃった。危なかったよ。ナビが呼んでるけど、あれ、登れない。またこうして、こう押して、あ、でもちょっとこれはね、危なっかしい。えい、投げて、ちょっと遠かったね。ぐるって、お顔が回った時に、こうして、あー、自分も落ちてしまったけど、ま、落ちてない。ギリギリ落ちてない。魔法の力がちょっと回復して、で、あの人はちょっと倒しにくいところにいるような気がする。でも爆弾投げたらなんとかなりそう。よし。これで、
は爆弾とかくれなかったけど、で、わあ、でもさ、ちょっとさ、この松明の位置が離れてる。うわ、火ついた、火ついた。火ついたから、あ、じゃあさ、これは、これを使って、このね、火を使って、これ。この、こうして、こういうことじゃない？そんな感じするように。時間あるかな？時間全部一気につけないとダメとか、そういうのあるかな？どこ、危ない。もう一個、あたたたたた、間に合った。できた。あー、よかったけど、これどうやって直すんだっけ？あ、島が出たのに、島、よし。で、どこに宝箱は出てきたの？どこに宝箱出てきたの？あったあった。色が同化して見えてないだけだよ。こうして、これは開く。これはちっちゃな宝箱。あ、やったー！小さな鍵につけまして、そして、どっちにしても開いてないから、さっきのことを思うと、あの太陽マークに、太陽の光を当てたらいいとか、そういうことなんじゃないかなと思うんだけど、できるかな、つかむができるからできそうだよね。こうして、あ、これ今何も考えずに始めてしまったけれども、ダメかな。こう、何かこういい感じに持ってこなきゃいけないとかあるかな。でも結構広いからさ、あ、こう、こっちを先に動かしたらダメみたいなこともなさそうに感じるけど、違うのかな、どうなのかな。つかむができて、お顔の向きとかもあるのかな、もしかしてね。今なんて言うんだろう、横向いてるからダメとかね、まっすぐ向いてなきゃダメとかっていうのがもしかしたらあるかもしれない。どうなのかしら。まあ一旦この辺り行ってみて、多分まだ中心地じゃない、中心地じゃなくても大丈夫だったけど、すごい怖くない？なんかこう、やったーって、ちょっと言いにくい、お顔してるような気がするんだけど、スルーしていこう、怖いからね。見えてなかった。こっちだよね。新しいところに行ってみましょう。そうだね。壺があるのは壊していきたい。こっちも、回復ができたということは何か、あるのかな、敵かな。でも行くしかない。来たよ。敵ではない。いないね。意外と何にもない空間にやってきたね。何かいるね。あれは多分、認識しにくいけど、何か座って下向いてる人じゃない？そんな感じするんだけどな。どうなのかな。ここは縦変えておくべきかな。ねえ、一旦変えてみよう。もしこう炎が見えたら、すぐに何とかしよう。解雇しよう。すごいや。しゃーべる。座ってる人ではないのかな？ないのかな？しゃべれないね。喋るとか注目みたいなものが出ないね。こうして、こう、今動いた？動いてない？動いたような気がしたけど動いてなかった。おめめじゃないね。でもね、こういうのをこうちょっと打ち抜いたら、何か起動とか、そういうことではない。切りかかるべき。もしかして、ほら、絶対動いてる。ちょっと、もう一回行くよ。これを構えたら、ほら、動いたような気がする。これもしかして自分から攻撃を仕掛け、そうだ、攻撃を仕掛けたら、それ怒るよ。こうしよう。こうして、ナビ。アイアンナック、大ダメージを与える斧攻撃に注意。隙を見つけて攻撃しましょう。だって。いやー、そりゃ、そりゃ、だって攻
撃仕掛けたもん。そりゃ怒るよ。すごいすごいすごい、ハートがすごい出てくるのと柱が壊れた。ものすごいものすごい攻撃力だということだよね。そういうことだよね。いやー危ない危ない危ない。ちょっと待ってね。さっきの必勝法でいこう。こうして、どう、あーダメだね、ダメだね。それじゃダメなんだ。ルピーはいらないよ。ダメだね。鎧を着てるからとか、そういうことなのかな。どうする。いい感じのところに、危なかったよ、こっ、あ、でも後ろに回り込めた。どう、あ、でも、なんとか、こちらは攻撃されずに済んでて、動きがゆっくりなのか。動きがゆっくりだから、ちょっと構えて振り下ろしてきたときに、後ろに回り込みたいけど、さあ、そんなこと、危ない。できる。危ない。あんまり近くに行くと危ないけど、近くに行かないと、わー攻撃してこないもんねーと思ったんだけど、いやー、でも体力ものすごいガッて減らされてしまったね。ということは、柱の近くにいて、柱をいい感じに壊してくれた方が、そうだね、体力回復できる。うわー大丈夫。ここは座ってたところだから柱じゃない。これ。これをいい感じに壊す感じで、そう、危ない。大丈夫。まだ大丈夫。危ない。だいぶちょっと無理やりな感じ。めっちゃ強いよ。なんか飛んでいった気が。走るじゃん。さっきまで何、あれかな、何かこう鎧が重くて走れなかった可能性がなくもない。危ない。どう、でも戦えてるかと言われるとちょっと怪しいけれども、大丈夫。盾を構えてないね、私ね。危ないかな、危なくない、大丈夫、いける、いけない、いけない、やった、勝った、やったよし、よかった、よかった。ちょっと壮大な音楽流れた。開けていきましょう。なんだろう、なんかこう、ちょっと出口みたいなところが見えるね。行っていいのかな、行って、あ、よかったね。お久しぶり。どうしたリンク、久しぶりで驚いた。お前には長い日々がこの世界ではなかったも当然、誠に不思議なことじゃって。そうだね、こう時を行き来してるもんね。二つの時代を行き来する少年のことを、このわしですら伝説だとばかり思っとったよ。リンクよ、お前はすっかり勇者の風格を身につけた。この先、お前の勇気にハイラルのすべての民の未来がかかっておる。もう、わしの出る幕ではないの。では、最後のアドバイスじゃ、だって。え、ちょっと寂しいな。この神殿に救う二人の魔女、奴らを倒すには、その魔力を逆に利用することじゃ、ほほー。もう一度話を聞くか。は、大丈夫だけど、切ないね、寂しいね、大丈夫。私は、お前を見守ってゆく。これまでも、これからも、なあ、ほほー。ああ、行ってしまった。なあ、また、会えたらいいな。そして、今私はどこに出てきたの、これ。まずこの大きな宝箱開けようか。危ない、落ちそうだったよ、今。危ないな、せっかくここまでやってきたのに。よし。これを開けて、これは何が出てくるの？コンパス？違う。あ、銀のグローブを見つけた。装備すれば力が溢れ、A で掴み持ち上げられる。子供の腕にはブカブカだ。約束だから、ナボールに渡してあげよう。わかりましたー。なに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 、あれ、戻ろうとしたんだけど、砂嵐があっ
って、あたいをどこへ連れて行く気だいは、なになになに？今、私どこにいるのそれ。畜生、話し上がれは、別の人？その人？どこ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 ど、あーて、てめえら、ガノッチの一味だな。二人の魔女？さっき言われた二人の魔女かな。力を逆に利用してやれって言ってたね。リンク、早く逃げろ。こいつら、怪しげな魔法を、と言いながら、いなくなってしまった。この人たちとバトルということだね、じゃあね。今、私はどこにいるんだろう。危ないよ危ないよリンク？リンク危ないよ。それは、さすがに飛んではいけないと思うよ。また砂嵐だ。さてさて、ご視聴いただき、ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。